イソン選手の、試合前インタビューを開始したいと思います。よろしくお願いします。まずは公式からお願いします。はい、リモートで失礼します。タイソン選手、4年ぶりのライジン参戦となりますが、現在の心境をお聞かせいただけますでしょうか。いや、もうすごい、やっぱ4年ぶりですし、大晦日という大きな舞台で、夢の舞台なので、もう、まあ、やる気にみなぎってます。ありがとうございます。まあ、今回、グスタボ選手が欠場して急遽参戦ということになりましたが、この急遽参戦したことに関して、まあ、最初お話を聞いたとき、どのように思ったのかなどお聞かせいただけますでしょうか。すごい、もうめちゃくちゃいいチャンスをもらったなって思ってます。もう本当、相手もジョニー・ゲースっていうのすごく、まあ、実績もあって、まあ、名前もある選手なので、まあ、そういう選手と、大きさって大きい舞台でやれるっていうのが、まあ、僕の人生の中でも、もうまあ本当もうないぐらいすごいいいチャンスなので、ちょっとしっかりと、まあ、ぶっ飛ばして、はい、ものにしたいと思ってます。ありがとうございます。タイソン選手の現在の練習環境だったり、行っているトレーニングなど教えていただける範囲で教えていただけますでしょうか。はい、まあ、僕は今はメインは、まあ、Kクランですね。Kクランで練習して、あとパラエストラ松戸で、練習してます。で、あとはボクシングは、ボクシングを、長浜陸区という東洋太平洋元チャンピオンの、トレーナーではないんですけどに、ちょっと教えてもらっていて、あと、今回の試合に、今回の試合は、YouTuber のジョビンさんという、元ディープのチャンピオンの、松本浩一郎さんに、ちょっといろいろ作戦をさせてもらっているので、はい、それを試合で出せれたらと思ってます。なるほど、ありがとうございます。タイソン選手、ライジンに参戦したのは2018年のオンとかだと思うんですけども、最近ライジンを見始めたというファンも多いと思います。そんなファンたちに、ご自身のどういったところを見せたい、どういったところを見てもらいたいと思うか教えていただけますか。そうですね、僕は、まあ、軽量の一発芸と、まあ、パンチの一発には正直もう日本ではトップクラスの破壊力を持っていると思うので、はい、そこを見てほしいですね。まあ、そうですね。軽量の一発というのは、はい、ちょっと、目を覆いたくなるようなこう露出度が高いイメージがあるんですが、それを今回も期待していいという。そうですね、はい、もちろん準備も、心の準備もちゃんと道具の準備もしてるので大丈夫です。今回六本木ヒルズアリーナっていう屋外での公開計量なんですけど、それ大丈夫ですか。そうですね、まあ、風邪ひかないように待機するときかって大変だと思うんですけど、まあ、頑張って、はい、風邪ひかないようにやりたいと思います。ぜひ、はい、風邪はひかないようにだけお願いします。ただ公開計量は皆さん楽しみにしててほしいということですね。そうですね、はい、公開計量と、あと試合のやっぱり一発は正直期待してほしいです。多分スピードもかなり僕の中で上がってるんで、はい、ちょっとジョニーケースに食らわせるの楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。それでは先ほどからお名前出てる対戦相手のジョニー・ケース選手の印象というのを改めて教えていただけますでしょうか。そうですね、背が高くてイケメンで、まあ、スタイル良くて、あとおしゃれだし、まあ、ちょっとあれですね、しかもなんかナイスガイっていうのを聞くんですよね。なんか妻がなんか一回ジョニー・ケースのなんか少しなんかこうグローブチェックみたいなしたことあるみたいなんですけど、その時にすごい一番紳士で本当にかっこよかったって言ってたんで、はい、まあ、やっぱりそういうやつって感じですね。それを含めた上でぶっ飛ばしたいということなんでしょうか。もちろん、スコースですよ。ありがとうございます。それでは今回の試合テーマなどあれば教えていただけますでしょうか。そうですね、まあ、まあ、テーマですか。テーマは殴り合うですよ、ね、作戦立てながら立ってるんですけど、まあ、基本的には、まあ、パンチを顔に入れたいです、ね、ありがとうございます。あとそのちょっとすいません、話それちゃうんですけど、その今いらっしゃるトレーナー、はい、ちょっと外国人ファイターが見たらちょっと誤解してしまうんじゃないかなって思うような
どういった意味なんでしょうか。いや、なんかかっこいいなと思って即買いしました。あ、ご自身で作ってるものとかなんですか。違います、僕はこういうの作らないんですけど、かっこいいなと思って、もう結構高かったんですけど買っちゃいました。そういうアピールなのかと思ったんですが。あ、そうです。明日はもうと、明後日は東京に、埼玉に1万円を暮らせようと思って暴力東京しました。わかりました。埼玉ですけどね。ではご自身でこの試合どんな試合展開になるとイメージしているか教えていただけますでしょうか。そうですね、ジョニー・ケースも結構何でもできるんで、まあ、油断はできないんですけど、結構なんかそのボクシングとかにも出たりして、すごい、拳で戦うことが好きなんで、そうですね、まあ、僕も、まあ、殴り合い上等なんで、しっかりと、まあ、あのジョニー・ケースと、まあ、殴り合っていきたいです。はい、わかりました。ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。はい、それでは合格さん、はい、お願いします。練習場所が千葉で、それで試合場所が埼玉なのに暴力東京なんですね。はい。いい、大丈夫です。あのジャニー・ケース選手が殴り合ってくれなかったら、その場合はどうしますか。その場合はもう寝技をしっかりと対処してます。うん、それはプライスとって、そうですね、まあ、Kクランとか、パライストラでも、まあ、いろんな強い選手に、やってもらってるので、その辺は結構大丈夫だと思ってます。はい、わかりました。ありがとうございます。はい。